小畑駅は、京都府宇治市小畑西中にある、京阪電気鉄道宇治線の駅。駅番号は KH74。京阪の駅名は、小畑だが、近隣にある JR 西日本奈良線の小畑駅は、小畑と、それぞれ読み方が異なる。また、駅周辺の一部地名には、小畑と読むものもある。京阪宇治線開業と同時に設置された、駅、周辺が、 宇治川と山品川と合流する、線状地帯で駅西側に、小畑池がある、水害多発地帯だった。現在のように、宇治川の堤防が強化され、山品川の堤防設置と宇治川との合流地点を、桃山南口駅の西側移設されたのは昭和になってからだった。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅で、上下線ホーム双方の宇治寄りに、小さな駅舎がある。 宇治方面の改札口には早朝深夜を除き駅員が配置されている。かつては宇治方面ホーム側と中所島方面へ行き来するための校内踏切があった。中所島方面ホームの改札口が朝の通勤時間帯以外使用されていなかったためだが自動改札機の設置を機に中所島方面ホーム側の改札口も終日使用されるようになったため踏切は 廃止され、駅構内において、ホーム同士を行き来することはできなくなった。案内サインは、上記の通りであるが、上り列車は、中所島駅までの運転のため、淀谷橋、中野島線方面と出町柳方面は、中所島駅で乗り換える必要がある。なお、両、ホームとの有効調は5両。周辺は、住宅が多い。参考対象6年対象台。 洪水詳細解説淀川河川事務所洪水の記録、上村義弘著、京都の治水と昭和大水害、第4章宇治川と宇治市の水害分離核出展、京阪100周年記念誌、京阪100年の歩み165ページ出展、京阪100周年記念誌、京阪100年の歩み166ページ出展、京都の治水と昭和大水害分離閣、53ページ。 ABC 出展、京阪100周年記念誌、京阪100年の歩み資料編145ページ、出展、鉄道ピクトリアル電気車研究会、1984年1月増刊号、124ページ、出展、京都の地水と昭和大水害分離学口江語、昭和34年8月水害による、浸水域、100ページ、氷八線高級地市の風水害、 出展。京都の地水と昭和大水害分離閣。94ページ。宇治川と地形と水害史100ページ。氷八線後期宇治市の風水害出展。駅置きの広報誌。暮らしの中の景判1981年4月号。出展。駅置きの広報誌。暮らしの中の景判1981年8月号。出展。駅置きの広報誌。 暮らしの中の経半1998年5月号、京阪100年の歩み、資料編宇治市統計書よりキャパシタビジネスユニット、パナソニックエレクトロニックデバイス。ありがとうございます。